皆さんこんにちは藤田医科大学救急総合内科の清水と申します私は普段救急 ICU を主戦場として働いております今回 ICU のアラーム対応急変対応ということで皆様に講座をさせていただきます今苦手意識があるような方も本講座を通して少しでも知識が整理自信がつくと思いますので一緒に頑張っていきましょうよろしくお願いします 皆さん、ICU の負のイメージとして、重症な患者、急変が多くてなんか嫌だな。派手なデバイスがいろいろ入ってて、こんなのよくわかんないよ、とか。使い慣れない薬が多くて、これ劇薬なんじゃないのとか。とにかく、なんとなく怖い。このようなイメージを持たれている方は、意外と多いのではないでしょうか。私自身も ICU で働き始めた当初は、 ここのような思思いいいいを抱いていたことが思い出されます。ICU での急変対応と書くと何か大げさなことをしなければいけないとかそのような思いに駆られてしまいますが一般病棟と大切なことは実は変わりません基本的に最初にやることは同じですまずは ABC を安定化させるということと無理せず人を集めるということです 我々 ICU のチームが行っていることも基本的には最初は同じです。それぞれの項目について学んでいきましょう。まずは症例提示です。腸閉塞で入院した80歳の男性。腸閉塞の診断後、胃管を挿入し、減圧した上で絶食保育入院となっています。起用歴は高血圧と糖尿病。 そういった患者さんが、デイワン、夜間に意識レベル低下にてコールがありました。皆さん、どのように対応されますでしょうか意識レベル低下のポイントをまとめてみます。くどいようですが、まずは ABC の安定化を確認することが先です。鑑別疾患として急ぐべきものとしては、 1> 第1はもちろん脳卒中。あとは低血糖であるとか、3つの窓でも言いましたが、ショック兆候の一種として意識レベル低下が起こっていることもありますので、この2つっていうのは脳卒中と合わせて評価をするようにしてください。意識レベルの重症度として切迫する D の評価を行います。 初期対応としては迅速に血糖を測定したり、血液ガスで乳酸値含めてみたり、あとは頭部 CT の検査で脳卒中の初期評価を急ぐということになります。意識レベルの評価ツールとして JCS、GCS の2つをご存知の方は多いのではないでしょうか。JCS に関しては0から300。 GCS に関しては15点満点で評価をする項目です。それぞれどのように使い分けるかというと JCS というのは覚醒を軸とした評価法、上厚性の模様体不活系に対する障害や脳幹障害の指標として有用と言われています。まあ、いいこととしては覚醒の評価のみなので シンプルで分かりやすいです。なので、病院前の救急であるとか、病棟であるとか、まあ、あまりこう、普段から意識レベルの評価をしない方というのも、使いやすくてシンプル。というのが、最大の売りですね。ただし、ICU では、そもそも鎮静薬を使っている場合が多いので、その、覚醒度が悪いことが、お薬の影響であることも、 かなり多くてあまり仕様としては向かないというふうに言われています。GCS に関しては覚醒のほかに高自能機能と運動機能を合わせて評価をしています。なのでいい点としてはそういった3つの項目を評価できるということとあとは定量化ができます。GCS は何点の変化というのが言いやすいので 2点以上の変化を優位とと捉えるとか、そういった定量化ができるということと GCS が8点未満の患者さんは一般的に自分で軌道確保ができないと言われているので気管喪失の適用としても GCS が8点8点以下だよっていうふうに周りの方と共有しやすいと思います。悪い点はもうこれだけなんですけど、まあ、評価がやや煩雑なので まあ慣れるまでは評価自体が難しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。ICU ではもう一般的に GCS での評価で統一している部門が多いと思います。